とということでねぜひ皆さん取りすがりのね <laughs> 取りすがりの方もぜひれあれ書きたいななんだっけテロップだえー、っとなんて書こう これでいけるこれでいけるかなオッケーなんかさぼやいてないどうちょっとよくなった。なんか変だね今日。まあとりあえず早速やっていきたいと思いますよとってかつて今日は自撮りで撮っていきたいと思っているんですけども。 早速取撮っていきましょうじゃんすみさんありがとうございますほーちゃんこんにちはこんにちはほーちゃんデザインのパーカーチェキってことでめっちゃ楽しみデザイン素敵だし普段着でも使いやすくてお気に入りだよパーカーですしならであのポジズですねということでそう説明をね忘れていたわ <laughs> これなんと私佐々木ほのかが デザインしたパーカーカなんですよそう私が作りましたパーカーです。ですです。はい。そうなので。で、今日はこれを着て、えー、チキをね、取っていこうみたいな。そう、感じなんですけどね。でも怖くないそう。書いたの。なんかね、なんかて なんか1回目の中間発表で、なんとね、私、3位に輝きました。ありがとうございます。なんか3位までさ、来たらさ、1位取りたいよねって話だよね。<laughs> ぜひ皆さんね、まあ、パーカーなんてね、まあ、たくさんあって、損はないんで。しかも、そう、損はないんで。 色豊富なんですよしかもそうぜひね皆さん買ってくださいあの結構ね大きめ買ったらいいかもしれないそうほーちゃんはこれ XL でこのサイズなのこのサイズ1 5 5ンチですはいで XL でこのね大きさなんでそう大きめ買っても良きかもしれないさあおめでとうありがとうございますよし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  とこでまあま,あまあやっていきたいと思いますパーカー女子ならではのポーズってなんだろうどこがいいと思う <laughs> ほら押せないんだこれもうマジで押せないえ待って壊れた

よし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 あよしマジ悲しいんだけど <laughs> やめてどれがいいもうないしあ <laughs> ねえヤバいの聞いてなんかそろそろあのー、すいませんあのー マネージャーさん、すいません、そろそろ、あの、チェキをね、本体を変えていただきたいんですよ。あの、そう、マジ故障しすぎてて、やばくて。そう、ほーちゃん、あのさ、これさ、チェキの中身をね、変えるためにね、これ本当はね、これついてなきゃいけないんだけど、カチャっていうのがなくて、まずそれからないっていうのと、あとね、ああ、見て、すごいなんか事故が取れた事故。 やばくない恐怖映像です <laughs>。そう。っていうのと、なんか私のね、これなんかね、押すの硬いんだよね、たまに。そうっと、押すの硬いんで、ちょっと、してほしいです。お願いします。じゃないと、ちょっとやっていけないわ。<laughs> よし、開いた開いたあいた。<laughs> よし。なんかこういうもので、この細いものでね、カチャってするしかない。あれ、チケット売れた やったそうただいまね1月30日私ステータン祭をね行うんですけどそちらのねチケットの方をただいまショールームで販売しておりますそう販売しているのだからねぜひ皆さん気になった方とかはねよかったら、えー、見に来てください バリかわいかったマジです衣装今日着たんですけどね。衣装くんありがとう !Thank you! ありがとう。そうなんとそしてね、こちらのね、ショールームの方でチケットを買っていただくとですね、なんと私手書きのサイン入りチケットがついてくるということで、なんと今日ね、書かせていただきました皆さんのチケットにサインをね、たくさん。18枚。こないだね そうシャル18枚もね買ってくださって本当に嬉しかったです本当ありがとうございますはいねじゃあたっぷりチケットリサイン書かせていただいたのでぜひね無事届くことを願ってますお願いします翔くんホにありがとう Thank you たくさんね翔くんにね向かってねえー、たくさん思いを綴りますチケットにありがとう <laughs> はいということでねあもうなんであ直しちゃった はい。なので、ぜひ皆さんね、配信見なかった、見なかっただって。<laughs> 見ながらね、あのー、ぜひ、チケットの方もご購入いただけると、すごく嬉しいです。お願いしまーす。フ <laughs> つくのはサインだけじゃないようですって。あ、そうなの今日がショールームで帰る最後って。えー、わかんないけど、ほうちゃん。 あ、そうね。今週は全部、あの、あるから無理だわ。リハと、振り入れと、あ、目に無理無理無理。今週はやる。<laughs> 最後じゃんじゃん <laughs> 皆さんショールームでチケット販売できるの今日が最後なので、ぜひ皆さん、ご購入よろしくお願いします。<laughs> やばいね。 ぜひ皆さいよろししくお願いしますああ売り切れなければ水曜まで見たいよ水曜までというかねあの何、ー、て言うの水曜も何も私あのー、高校生なんで10時までしか無理なんですよそうでも10時やってるからリハーサルをねそうそうなのよ <laughs> そうなのよだから そう <laughs> なぁ配信できないのよ悲しいわおいあでも自撮りでもいい感じじゃないで聞いて自撮りでねあのチェキ取るとさちょっとブレるんだよねなんかブレるふうになんかあれしちゃうからやや嫌い嫌いです ーン <laughs> 配信する時間がないそうなの配信する時間がねないの <laughs> このショールームが販売ラストって山田社長がツイートしてえー、マジでえじゃみんなたくさんたくさん買って <laughs> もう直球で言います直球で言います思ったことは直球で言います買ってくださいお願いしますうーなんかちょっと ポクポクポク前髪前髪綺麗にねオッケー <laughs> オッケーオッケー KOKO パーカー女子フードパーカー女子フードかぶるフードかぶるってありだよね こんな感じです行きましょうこれつぶってるからさ入ってるかわかんないけどもいっ <laughs> はいということでねぜひ皆さんたくさんチケットここにお願いしますお願いしますなんか今日画質悪いそんなことない大丈夫なんか画質悪い気がする こんなことないか。やっ。<laughs> はい。再開してます。ただいま。こんばんは、はこんばんは。ありがとうございます。はい。<laughs> ということでね。よいしょ。名前をね、書いていくよ。書いていくのよ、名前を。 ちょうだいいたしますポちゃんあのこないだねこないだっていうかね前かもう最近なんだけどそうシールをねゲットしたからねえ待ってやばいこれきえ待ってこちょっと取り直すねこれごめんすごいぶれてた むずいなぁよしよいしょよしなんじゃごりゃもうもう一回撮りますねもう一回撮りますいける

暇だぜとか私暇っていう方はねなんと私佐々木ほのか生誕祭がねそう人生初の生誕祭が行われますのでねぜひお越しください、えー、チケットはねあのグッズの方で売ってありますこっちかなこれかなわかんないけどどっちにあるかはちょっとわからないけど私から見たらこっちなのそうこっちにありますのでねぜひ購入よろしくお願いします夜なんでそう夜なの 夜ですはいゲストは当日までの秘密ですかって分かんないゲストがいるかもわからないしねいやいますけどゲストはぜひ <laughs> ね皆さんお越しくださいよろしくお願いしますはいお願いします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  よし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 ,よし巻きがききららどぴぴぴ巻き髪きれいねありがとうございます巻き巻きです巻き巻きです巻いて巻いて巻いて <laughs> そう あーすごい楽しそうだよ。楽しそうな時、よきよき。あっ<ー>君じゃないんだ。 ほうじろうさんって書こうってたほノじろうさんって書いちゃったまあ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 、まあ、変わんないよね誤差だよ誤差 <laughs> <laughs> 大丈夫かなごめんねごめんねごめんいけるいける結構漏れたのこのチェキほらちょっと漏れてるのどうするどう,どうする捨てた捨てる捨てるどっちがいいどっち捨てる捨てたい捨てたいいらないいらないほノじろうさんって書いちゃった なんと他はちゃんとほ、ほ,ほうじろうさんって書け,けてるの。ほのじろさんほのじろうさんほ,ほのじろで大丈夫。ほんとですか <laughs> ありがとうございます。ごめんなさい。ごめんなさい。ほのじろうさん。じろうさんありがとうございます。<laughs> にゃい。まあまあね、ほうちゃんの方かね。ほのかのほのみたいなね。 そう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  <laughs> そうそう誤差だよ誤差はい誤差です <laughs> 結局私にたどり着くんでね大丈夫安心してああありがとうございますかい <laughs> はーいゲッツゲッツということではいいただでもね漏れてるの漏れてるの漏れてるんだよそう漏れてんのいい感じにあ泣いた <laughs>

携帯カバーね、付けてたんだけど、携帯カバーが汚くなったから捨てちゃったの。新しい車待ってたんだけど、なんか、携帯のね、そのカバーが、あのー、ないとさ、こ、だから携帯固定するやつがね、大きさが違くって。そう。で、ギリギリカバー付けたらいけるかな、ぐらいだったの。 そうなのごめんだからちょっとまたね落ちるかもしれないけどまあまあまあそういう時もあるよねっていうことでしといて <laughs> そういうことにしといてよろしくねごめんねありがとう <laughs> ごめん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 よかったこの配信残んなくて <laughs> シャワルムだからねシャワルムだからねすぐい消えちゃうからねダメだよ保存とかしてね YouTube とかにアップしちゃったらダメだよ ダメだからね YouTube にアップしたらしようとしてるそこの君ダメだからねチェックして追放しちゃうからねダメだよはいということで世の中そんな怖くありませんはい私佐々木ほのかそんなに怖くありませんはいということで、ね、まあでもい。違法なんでねダメだよということで続いてのお方にまいりますヨニコウさんありがとうございますパーカ色可愛いねってそうパーカ色可愛いでしょ じゃじゃーんこれね、佐々木ほのか、私が、私が、あの、な、あの、デザインしたパーカーのチケットです嘘ですチケットじゃありませんパーカーです <laughs> はい、ということでね、えー、右から、ぜひね、購入したいなーって方は、私の Twitter 飛んでいただいて、 えっと、佐々木ほのかって喋ったらねすぐツイッター出てくんですけど「そう佐々木ほのか」って検索して私のツイッター飛んいただいてちょっとねツイートをね昨日だっけそう <laughs> 投稿してるからこうやってさかのぼっていったらねリンクがあるからパーカーねそう右から右から8番目の色がおすすめですみたいなそうなんかねあるから <laughs> でみんな買ってねお願いしますでねたくさんね買ってもらえるとなんかモデルになれるらしくってそうモデルになれるのモデルにしてくださいっていうはい頼むお願いします皆さんねたくさんたくさん買ってねやっぱり赤を買うべきあ何でもいいと思う全然ほうちゃん私のおすすめはあの右から8番目のなんかあ,んあんず色みたいな うんそうあずき色みたいなそうのやつがおすすめだよみたいなそう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 でやつだからそうこれはね決して赤ではないのちょっと濃いめの赤なのよねそう濃いめの赤だのなのんか普通の赤ってさこんな赤じゃんでもほらちょっと濃いめの赤だなわかる濃いめの赤ごめんね晴れない回路出しちゃった <laughs> 使ってないんだけどねそう 買った人がモデルになれるそれれはは無無理理だよそれは無理だよそ,れはそうじゃないんだよ違う買ってでたくさんねたくさん購入だからあれだよたくさんお金稼げた人がね賞金としてモデルになれるよみたいなそう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 ,いうそういう感じ <laughs> 違いまーす違いまーすそんな闇じゃありませんごめんなさい そんな闇じゃありませんごめんなさい申し訳ない申し訳ない,訳ない全然違います <laughs> はいあのねやっぱりあの夢にねなりたいみたいなそごめんね全然そんな闇じゃないから闇じゃないからね全然ごめんねごめんごめんごめん,ごめん <laughs> はいということでねはいあの <laughs> やりましょう続き続きやろうね続きやろうねはいということで続いて ヨネコーギさんありがとうございます。にゃホーちゃん、生誕祭。もうすぐですね。楽しみにしています。パーカーいいデザインですね。ありがとうございます。はい。ホーちゃんのツイート見てから買えばよかった。あ、マジでサイズ間違えてビチビチ。ホーちゃんデザインの商品いっぱい出ると嬉しいので、頑張ってください。ありがとうございます。え、間違えたらピチピチって、じゃあもう一枚買ってみな。<laughs> じゃあもう一枚買えばいいだけの話なんだよ。そうなんだよ。 まあね、人間誰しも失敗はするんで、はい、もう一枚買いましょう。はーい、お願いしまーす。そのね、値段なんてね、一枚も二枚もね、そんな変わんないんで、はい、お願いしまーす。頼みますああぱい買って <laughs> そしてね、1月30日ね、私の生誕ライブも、ただいまこのショールームのグッズっていうね、場所の方で、あの、販売しておりますので、1月30日です。 え生誕祭私ありますのでぜひ皆さんたくさん購入してくださいよろしくお願いしますポチリポチリとしてくださいジュニコおじさん買わせていただきますピチピチ感にいこうかなもうね押すとこがね硬すぎてねカコンっていうのカコンって <laughs> ステキングあキーペン ケー <Okay> タタラッタタラッタッタラッタじゃん。はい。自分に正直でいいって。そうです、自分に正直で生きていきましょう。そう。多分ね、正直って大事、素直って大事だと思うの。そう。そんなね。だ、何の話でそうなったの <laughs> っ何の話でそう待って、ごめん。なんか、相手さ やだ恥ずかしいもうちょっとえっしまんないんだけど <laughs> まあそういう時もあるよねっていう感じではい、あ、すいません <coughs> よしいけるいけるいけるタ,タラタッタラタタラ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 タ,ラタラ えよねさんえ見つるかわかりませんがえー、これはねまばたき寸前ではありませんこういう表情なのでよろしくお願いしますフふ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 ということで続いてまいりたいと思います続いてはしなちゃんありがとうございますえっ、ー、とやんほーちゃん最近ほうちゃんの時が販売されてると買ってしまいます僕どうなってしまうのでしょうかアドバイスお願いします 買えばええんじゃ買えば買えばええんじゃよ買ってしまうんでしょ買え買えたくさん買えんだいっぱい買ってお願いしますはい <laughs> いっぱい買ってやるとしたらしたらねうれしみしみなんですよそうなの嬉しいのいっぱい買ってもらえるとお願いしますお願いしますはいということで

束束たくさんゲットしてねってきなよし <laughs> また闇を見たって何で闇じゃなかったよねえ今ねねえ買ってしまうからどうしたらいいですかーって来てたからいや買っていいんだよっていうそうそうなのよ

ゥゥ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 ゥ2着ともピチピチってことはねもう2着ねえー、ご購入してくださるってことですねありがとうございます <laughs> 今着ている赤は左から3番目4番8番目の小豆とは違うで OK ってえっこれ赤じゃないのこれ小豆色なのこれ小豆色なの赤赤赤赤はマジ主張激しい赤なの これ私がなう今着てる色はあのー、何右右から8番目のやつです右からね左じゃないよ右からだからね右からはい画面見ます右から8番目で、ね、よろしくそこんところよろしく <laughs> そうで可愛い,いでしょあこうやって見たら多分赤に見えるかもしれないけど普通にこうやって来たらあの普通のずき色で可愛い,い あのな比較的なものないかなこれ赤でしょなんこんな感じえー、なんか違いわかる <laughs> なんかあないやねんここにあるやないかいここにこれね私のデザインのこの周りが赤色なんですよあすごいなんか塗り足りないインスタところがある <laughs> 私のこのデザインしたこのこのねあの ペンキが飛び散ってる、なんていうの、やつの、これが赤色なの。この、これで、これね、このちょんちょんちょんってあるやつ。で、この布が小豆色みたいな感じだから、この違い。この、これをこのままペンキのやつの着るか、これちょっと暗めの小豆を切るかみたいな。そう。だから、この小豆色だと、おしゃれだし可愛い,いし、 あずきってね意外と何でも合うのスキニーにも合うし言うならデニムにも合うしっていうねそうだからでもこっちだとちょっとね視聴が激しすぎるからっていう <laughs> そうだし私がそもそも赤色好きだからこの色おすすめするよって感じですそれがあずき色か理解しましたありがとう素敵な色だっあありがとうございますいっぱい買ってね <laughs> よろしくお願いします 右からなそう右から8番目ね右から8番目お願いします <laughs> おじさんに合うかどうか別にえ合う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 ,合う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 よあのあずき色合わない人っていないからいないいない黄色とかったらまた別だけどあずき色が似合う似合わないってすあ,あんまりねあのないないから大丈夫大丈夫大丈夫そうワインレッドかなそうそうワインレッドかっこいいねそんこそういうこと ね、かっこいいねなんかねワインレッドいいかっこいいな <laughs> かっこいいななんかかっこいいねいいじゃん <laughs> はいということであっペンもさ外にさ出しすぎてたらさインクがちょっと切れそうだよ <laughs> か乾いてる乾いてる申し訳ね申し訳がない え、怖くないこの意味。なんか闇を見る <laughs>。なんか怖いこの表情。なんか。なんか、なんか宗教みたい。ちょっともう一回撮り直さん <laughs> え、怖いんですけど。えー、怖いなんか。ちょっともう一回撮り直す。<laughs> これでいいでしょ。これでいけたでしょ、これ。 これはいいでしょこれこれは可愛いいけるいける,いける危ない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 すごいなんかさんか分かった目に光がないんだだからめっちゃ怖いんだよいや他もないな別に <laughs> まあね目に光がないから怖いってことはね見よね目をなくせばいいのこうやってこうやって目をなくせばいいから大丈夫 OK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  <laughs> はーいシナちゃんシナちゃんシナちゃんあーかわいいオッケーいけるいけるいけるとびっきりの笑顔です,あり,す、えー、ありがとうございます Thank you very much 続いてしーちゃんありがとうございますほちゃんこんばんは生誕祭が近づいて来て来て、ね、近づいて来ねかわいい さてフい,い。ーッスンバージョンのパーカーは先日マンワンワンで着ていったグレー L に続いて 4U で色もサイズもおそろいでのゲット指名を受けた左から8番目の赤 XL と青 L を追加でゲットしたよあれ間違ってるあれあれ左から ど真ん中だから左からでも右からでも八番目あそうなの <laughs> なんやねんそうなのなんねやねんやだもうどっちからでも八番なのねだってど真ん中どセンターセンター そういういこと私やっぱりセンターが似合うってことなのかしらありがとうございますまあそんなことをね言われなくても分かっているんですけど <laughs> ありがとうございます <laughs> はい続きやりますごめんなさい見出しましたはーい <laughs> こちらのようで受けた8枚目お青 L 追加でゲットしたん、ね、でありがとうございます生誕祭はお揃いの着ていくねってありがとう てんきゅう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 すきーンありがとうございます <laughs> ハムさんが来たハムさんが出てきたよハムさん出てきたかわいいはいということでしんちゃんのねできたと思いましありがとうございますほらおかしいでしょ聞いた今カメラのね 今ね押しポ、ね、ポンってポンってポンってておかしいじゃんなんかさなんかさ普通にさポチとかじゃないのポンってまじ壊れ果ててどうしよううちが壊したんじゃないんですよマネージャーさん私が壊したわけではございません違います歳なんですよ歳なのそう歳 <laughs> なの <laughs> ハムさんが暴れてる なーに家に出たいの家でしたみたい金地いいねよし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 オッケーオッケーオッケーしんちゃんですねありがとうございますしんちゃん 失礼しましたありがとうございます Thank you very good so much! あ、良き良き良きあ良きですねありがとうございます続いてじゃじゃんピンフィネイさんありがとうございますヤホーちゃんササホのパーカー割と普段使いでいきそうだから買ってよーぜひフードかぶって写真撮ってほしいのでありがとうございますそうなの、なんかデザインがね、結構派手めな 派手めじゃない感じで作ったのでそう「ササほのささ」っていうブランドっぽくないこれ <laughs> そうだからいいかなと思って台湾じゃハムスター偉いことやねえ殺処分でさめっちゃかわいそうと思ってねえそこまでしなくていいよね別にねそんなん言ったらね人間も殺処分になっちゃうよって話だよねマジでね思わない人そんなさハムスター殺処分するぐらいだとさそうだったら人間殺処分した方がさ早いよって ねえじゃあハムスターでも人間はってなるじゃんえじゃあハムスターは同じのち持ってるのにいいんですかってなっちゃうねはーい差別ごめんなさいごめんなさいごめんなさい,ごめんなさいこれでも一応あの間でやってますごめんなさい <laughs> やだー <laughs> あーなくなっちゃったなくなっちゃった悲しい悲しいはい <laughs> ごめんね違うあの全然違うそういう意味で言ったんじゃないの違うだかそうかわいいかわいいかわいそうと思って話したそうそうなのごめん <laughs> ごめんなさいあの今すぐねあのこのショールーム画面録画してる人消してくださいごめんなさいお願いしますマジで本当に載せないでね SNS にダメだよダメだからね違反だからね見てるよ は見てるよ結構チェックしてるから <laughs> 結構結構結構チェックしてるうん結構結構チェックしてる <laughs> はい <laughs> えー、なんだろうフードってどうやったらかわいどうやったらどうやったらか,か可愛く撮れんのフードって <laughs> フのフり方は忘れた <laughs> はーい見られたいから載せるかって違う違うそういうことじゃないあの通報しちゃうよって <laughs> 通,通報しちゃうよって普通だから違法なんですよそうショールームをね YouTube にのけるのダメなんだってそうだから呼びかけてって結構前に言ってたから今頃呼びかけてみる <laughs> 今から呼びかけてみる <laughs> 結構結構前にしてたのよ結構前に結構前にねそう,そ,れそういう人いるかもいるからってじゃあ注意お願いねって言われて結構前にした今さらちょっと言ってみる <laughs> <laughs> はいということで続いてラストレースありがとうございますかーくんありがとうございますこんにちはほうちゃんの沼にハマってしまって抜けそうし 抜けけけそううとししててもハマってしまんんですけど助けたほうちゃんいやー抜け出さなくていいと思うよだって沼でしょ沼沼ってさ抜け出せないから沼なのだから抜け出そうとしても沼だから抜け出せないのそれが普通なのよだから大丈夫安心して書ーくん正しいありがとうウフオッケーベリーグサービチ撮りまーす撮りますね 取りますねっ取りますじゃあ沼作っとく沼沼オーケー沼れたかな <laughs> もっとはまれってことですかそう沼は そうこなし沼だからそうなのそうあのどドハマって言っても溺れ,溺れちゃうかもしれないけどいいんだよ別にいいんだよ別に暴れてはいいんだよ嬉しいよ <laughs> よいきよき,よきよきよき沼,沼って書いてこう <laughs> 沼です ありがとうございます。ということで、ちょっとね、チェキは、ね、取り終えたんですけど、サインがね、まだ終わってないので、この,この配信が終わったら、たくさんね、書いていきたいと思います。はい、すごい、なんか前髪おかしいのがある。いい感じじゃないでも結構。よき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 良き。き感じです。ありがとうございます。<laughs> ということでね私21時からねまた違うえー、っと何てうの違うお仕事がありまして「f いうっていうね電話でねお話できるよっていうことでそう1対1で電話できるのうちはやばくないやば<だ> <laughs> 至近距離って感じなんですけどねそう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  ぜひね、気になったって方はね、な、なやこいつ、まだ話したいと思った方はね、あの、まだ、まだそう、あのー、なんていうのえっと、まだ購入できますので、ぜひよろしくお願いします。頼もう売れた売れた売れたあー鷲さんチケット購入ありがとうございます嬉しいそう、ただいまね、あのー、 1>, 1月30日も今月の30日もうもう何年もう来週なんですけどそう2年私佐々木ほのか誕生日を迎えてねなんと人生初の生誕ライブを開きますはい是非、えー、ねあの気になったよとかねえー、行ってみたいなって方はね是非チケット購入して。 えー、こちら来てくださいそしてねショールームで購入された方にはね私の手書きサイン入りチケットが届くということでねなんかなんか話によるとサイン入りチケットだけじゃないらしいですよなんか届くものがねなんかって言ってたからぜひね皆さん購入よろしくお願いしますでもしねなんか「あのお前のサインなんていらねえよただチケットだけが欲しいぜ」っていう方はあの 私のね、ツイッターを、ごめんね、なんかツイッターばっかり出しちゃって、そう、ツイッターをね、あの開いて、佐々木ほのかって調べると、あの私が出てくるので、そこのね、欄から URL 飛んで、そこの欄、ん私が、あのツイッターにね、投稿してるので、その URL を、スライブのね、だからそっちから、そう、そう、なんかそっちから飛んでいただいて、 えっと、URL ありますので、ぜひ探してみてください。よろしくお願いします。ということでね、そろそろ配信を終了させていただきたいと思います。一般販売ゆ、予定枚、予定数終了してませんって。何それ。予定数 チケットしか届かないってごめん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 超嘘ついたごめんねそれで誘惑しようとしたわけじゃないんですけどあのごめんなさいねショールームでチケット買ってもチケットしか届きませんごめんなさいサイン入りチケットしか届きますんかごめんなんかごめんごめんんかごめんねんか嘘嘘嘘嘘ついたごめんごめんごめんなさいごめんね そうサイン入りチケ,チ,チ,チケットが届きますごめんえでも普通に SNS でチケット買うだけじゃサインつかないんですよやだーお,手お手頃じゃないっていう感じなんですけどねショールームで買った方がいいよっていうごめんなんかごめん <laughs> そうサイン以外もね落書きするよそういっぱい落書きするけどもうねショールーム終わります ごめんね。それーも終わります。かっちゃーん <laughs>。ということでね、ちょっとこの後、えー、お電話特典会がありますのでね、ちょっと配信をね、終了したいと思います。本当はね、それ終わった後もね、あの、ショーしたかったんですけど、ちょっと私、年齢制限のためね、10時までしか無理なんですよ。そう。<laughs> そう、10時までしか無理なので、まあまあ、そんなこともあるよって感じでね、 ぜひ皆さんね、えー、SNS の方で購入できますので気になったって方はねぜひそちらでご購入よろしくお願いしますということで以上アパブガールズかっこ人気の佐々木ほのかでしたありがとうございましたすごい1時間も配信しない770名の方が見てくださってありがとうございます Thank you もしよかったらね、えー、インスタショールーム TikTokTwitter などなどやっております SNS ほぼほぼやってます支配してますこの私がはいということでねぜひ佐々木ほのかって調べていただくとね出てくると思いますのでフォローいいねよろしくお願いします今日もね TikTok 更新したんでぜひチェックしてくださいねよろしくお願いしますバイバーイまだねーまた小屋とのショールーム見たいぞと思った方はねショールームなんかお気に入りとかあるんでしょやってねお願いします いい夢になりたい <laughs> ありがとうございました皆さんね見てくださって本当にありがとうございますバイバイいい夢見たら、ね、バイちゃーバイバーイ <laughs>